はい、どうも。今て、一回転生したというか、今、特別転生をしたんですが、で、それで気づいたことがあるんですね。で、その気づいたことっていうのが、今までずっと謎だった、転生のシステムですね。その転生システムの謎がちょっと分かったんで、ちょっとその話をしていきます。でまず一回、今転生した後なんですね。で、特別転生したんですね。この特別転生っていうのを。で、それで分かった。それで分かったんですが、一回特別選定すると、まず、まあ、レベル50から50になるんですよね。それはいい、とりあえずいいとして、で、転生の記憶っていう、ここの転生の記憶っていうのが、転生前のパラメータなんですね。で、転生前の総合戦闘力が998で、で、転生後の現在が978なんですよね。総合戦闘力が。で、転生すると総合値が上がると思ってたんですが、それはちょっと違って、これ戦闘力下がってるし、っていうところで。まあ、違うんですね、ちょっと。別に転生したからって総合値が上がるってわけないんです。ただ、総合値を上げる方法が、あるとすれば、っていうか、あると思ったんです。それ何かというと、もう転生の記憶で保護、あ、っていうか、転生の記憶じゃなくて保護する能力値っていうのなんですね。1回目とりあえず適当に力を保護したんですが、力を保護したんで、力と力が、あ、転生の記憶の、ま、以前の力の値と今回の力の値が同じになってるんですよね。なので、同じになってます。で、次もう一回特別転生するとして、で、どうしたらパラメーターの高い状態にできるかって考えたら、転生の記憶の値より、現在の方が高くなってる数値を保護すればいいだろうって思ったんです。で、今回ので見ていくと、この守りの値が112で、ちょっと転生前より高いんですね。だけど今回転生するときは、転生2回目できるんですけど、転生するときはこれをキープして転生すればいいんじゃないかと思いました。それやってみました、もう一回。保護するのを守りにするって。そうすると、この112っていうのはキープされる。されて、まあ、特別先生なんで、また50になるんです。いきます。OK。仕切り直しだな。よし、気を取り直していこう。で、これでキープされてるんで、この高い値がキープされて、まあ、力がちょっと低いか、今回。でも、全体的には悪くない。今レベル50で総合が990になってて結構いいですね。で、パラメータも全体的に高いものになってます。120超えがこの辺続いてて結構いいですね。で、これでもう特別転生ができなくなって、次転生するとしたら、また最初からね。ただ、転生回、次はもうこれ転生解説ボーナスで不格好な金コートが手に入りますね。で、特別転生するにはこれが、このかけらがね、足んなくてね、ちょっと。あと30足んなくて。あともう一回取れば、特別転生できて、できて、また高い値をキープしてって感じでできますね。ただ、この保護するっていうのが、これ、1個しかできないんで、加護が1個しかできないんで、そんな変わんないかもしれないです。なんか、例えば1個、加護するとして、何を加護するかって感じなんですよ。この辺結構高いんで、何加護すればいいのかって感じなんですよね。転生の記憶。俺でも、一番最初の方が高いんですよね。合計は。何か。っていうか、そんな感じです。で、スタイル、あれ?なんか装備枠がで、
スタイルマスターの装備薬がとかなんとかっていう話なんですけど、それはちょっとまだ今のところなんかどこに装備するかっていうのはよくわかんないですね。スタイルマスターあった。これで、あれ？というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。